はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらアコードセダンタイプ S です。はいはいはい、今日もやってまいりました。今日もですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダアコードセダン、タイプ S ということで、こちらの車ね、中古販売になっております。118万4千円になりますね。消費税込みですね。初年度登録は平成24年の2月、車検有効期限が令和3年の2月ですね。走行距離は9万1000キロ。まあちょっと走ってるんですけども、このレア車、皆さん知ってましたかね？タイプ S。よくよく見たらこんなデザインだったんですね。2.4 リッタータイプの S アドバンスパッケージというものになりますね。っていうかめっちゃ綺麗ですよね。これもね、ちょっと専門業者にもう一回磨きをかけてもらって、ピカピカのボディに今仕上がっておりますね。ちょっとライトつけてみました。今ちょっとエンジンかけた感じね、すごいゴワーっとね、エンジン音がすごいなりましたね。ヘッドライトもね、くすみなく綺麗な状態ですね。ちゅうかかなり程度よくね、これ。結構ね、この下回りも傷がつきやすいんですが、このアコードはだいぶ綺麗ですよね。 S アドバンスパッケージということで、普通のアコードよりちょっとスポーティーなデザインになってますよね。横から見たらこんな感じです。いや、セダンっていう感じですよね。やっぱね、この時代のアコードぐらいからかなり高級感が出たなという印象がありますね。タイヤは横浜タイヤの235の 45R18 18インチを履いております。このホイールハウスの周りも全然めっちゃ綺麗ですわ。後ろから見たらこんな感じです。これこれ、ほら、タイプ S ってね、書いてますよね。これが当時ね、こういうクラスがあったんですよね。ほら、これエンブレムね、このアキュラのエンブレムがついてるんですけど、これね、ちょっと元々はホンダのエンブレムだったらしいです。この時代はアメリカとカナダの方でアキュラブランドっていうのが実はホンダから出てたんですよね。なのでこのアコードのアキュラに対してはホンダの高級ラインといった感じの位置づけの車になりますね。いや、アメリカの方ではね、このアコードが TSX と呼ばれてたみたいですね。いや、しかし走りそうな雰囲気満載ですよね。いや、でね、これ今ちょっと気になるのが、これ横ほら見て、これ NSX がちょっと止まってるんですよね。この NSX もね、かなり珍しいんですよ。ほら、アキュラのエンブレムになってますよね。ちょっとトランク開けさせてもらいます。おお、あ、広い、かなり広いですねこれ。あ、ゴルフバッグ何個乗る設定これ。ここで倒せるんやな。はあ、トランク、やっぱアコードクラスになるとこんなに広いんですね。重い、重い。アコードタイプ S のエンジンルームへようこそのコーナー。こちらね、2.4 タイプ S アドバンスパッケージですね。まあ、当時のね、販売価格が390万ということで、普通のね、2リッタータイプに比べて150万ほど高かった車になりますね。WLTC モードでね、11.6kg走りますね。まあ、スペック上はね、11kg 走るんですけど、実際はどうでしょうかね。エンジン形式は K24A、直列4気筒 DOHC エンジンになりますね。IVTEC 2.4 リッター。最高出力は206馬力。最大トルクはね、232ニュートンメーターですね。もちろんね、使用燃料は廃屋ということで、いや、結構ね、ハイスペックになりますよね。ではね、内装の方を見てみましょう。では、お邪魔しますと。おぉ。内装の方はね、こんな感じです。いや、なんかね、意外とスポーティー。なんかね、シートもちょっとこう、ほら、横が盛り上がってて、スポーティーさを醸し出してますよね。なんかね、座った感じね、そんなに硬くないです。シート自体はね、そんなに硬くないですね。
ただ横のホールディングは結構しっかりしてるなという感じがします。よく見たらね、この赤いねドットのデザインになってるんですよね。シートも結構綺麗な状態やな。で、そうそう、ここ新品に今回、交換しております。やっぱこの手すりの使用頻度って高いみたいで、やっぱ、それなりに古くなってくるとこの辺が汚れてくるらしいんですね。今回はそれが、新品になってるということですね。ここだけ変えれるんやな。これね、ちょっとエンジンかけようと思ったら、これほらこんなんダイヤル式。ちなみに鍵はこんな感じです。ペダルも結構スポーティーやな。ではエンジン始動。おお、すごい、なんか吹き上がりがええぞ。はい、どうよ。いや、これ走りそうやな。パドルシフトもねついてるんで、いや、かなりスポーティーな、ね、感じですよね。ちなみにシフトレバーはこんな感じですね。あ、この辺は結構シンプルなんですね。まあ、アキラブランドで作られたっていうことで結構高級感は醸し出してるんですが、それでいてね、なんかスポーティーな感じなんですよね。このメタリックの感じとか、すごい綺麗ですよね。まあ、さすがにちょっとこういうナビとかは若干古さを感じますが、まあ、十分ですよね。では、ちょっと後部座席、お邪魔します。ああ、後ろがいいかもしれん。すごい後ろのシートめっちゃ綺麗。これ乗ってなかったんじゃないかなっていうぐらい綺麗ですよ。わあ。あ、ちゃんとアームレストも出てくるし。やっぱね、この革シートとか結構ね、いい素材使ってるんで、いい革ってね、結構よれ具合が激しいんですけど、こちらの中古車はね、その辺もかなり程度がいいなと思いました。あ、めっちゃ綺麗わ。この辺とかめっちゃ綺麗わ。いや、9万キロ走ってる車とは思えねえな。いや、綺麗なアコード、タイプ S をお探しのお客様、ぜひとも、見に来てくださいね。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。わあ、ハンドルが結構重たい。重厚感がありますね。ホンダアコードタイプ S ということで、 2.4 リッタータイプを乗っております。いやー、ちょっとね、走り出した瞬間ね、まず感じたのは重厚感ですね。スポーティーな車ではあるんですが、いや、やっぱね、大きい重厚感のある車に乗ってるんだなという感じがしました。やっぱね、これ長距離に向いてるんじゃないかなという感じがします。シートもね、ゆったりしてね、で、結構足回りがね、しっかりしてるんですよ。なので高速運転とかでも安心して、乗れる車だなと思いますね。いや、すごいゆったり感もある。で、足回りね、思ってたより硬くないです。もっとね、このタイプ S ってスポーツ寄りに寄せてるのかなと思ったんですが、全然普通に乗れる感じですね。エンジンの鼓動っていうのが結構このハンドルとか、この足回り、このシート、それからね、結構伝わってきますね。もう一回ちょっと、ストップアンドゴーしてみます。おおほほほ、あ、すごい。あ、さっきとちょっと違ってね、0キロから踏み込んだ時のパワーがすごいです。すごい、急に VTEC が効いてるみたいな感じしました。で、こちら9万キロ超えの車なんですが、全然そんな感じがしないですね。乗ったらね、結構すぐわかるんですよ。足回りとかね、サスペンションが結構抜けてる車が多いんですけど、この9万キロぐらいになっちゃうとね、このアコードはね、全然サスペンションがしっかりしてます。結構ね、乗ったらわかるんですよ、中古車ってね。なんかガクガクガクってする車結構多いんですけど、値段が118万4千円なんですけど、それなりにね、やっぱ手をかけてるなという感じがしましたね。ボディもね、磨きをかけて、もうほぼ新品のような輝きを今保ってますよね。で、このドア周りもね、ちゃんとパーツを変えて新品に変えてるということでね。いやー、これね、結
構あのこの車マニアックな車なんで、あの探してもねなかなかないんですよ、このタイプ S っていうのがね。それ探して、しかも綺麗なこのタイプ S に乗りたいという方はぜひともこれ問い合わせしてくださいね。あ、結構ブレーキが効く。ちょっと踏み代ね、ちょっとこれ最初慣れるまで、やっぱスポーツタイプなんですね、これブレーキが、ブレーキ結構グググッと効く。やっぱ車重も それなりにね重たいんで、だいぶ強化されてますよね。なんかこうソフトタッチにアクセル操作した時の感覚もすごい、やっぱ上質な車に乗ってるんだなという感じがしましたね。やっぱねそれなりにボディサイズも大きくて、まあ重厚感のある車なんですが、じわっとね乗る分に関してはすごいやっぱゆったりしてね、心地の良い乗り味だなと思いますね。いや、やっぱアコードっていい車なんですね。いやー、改め乗ってみると、いや感じましたね、それを。もうこれ2世代前のアコードになるんですが、全然ね、やっぱ古さを感じないですよね。古さを感じないっていうかね、これ逆にこの、タイプ S っていうのはね、もう今ないんで、いや、このツーリングもね、楽しめるこのセダンとしては、今は少ないですよね、こういった車がね。なので、まあその辺が好きな方には、すごいおすすめな車だと思います。いや、でもこれ、まあ本当に、いや、9万キロ走ってるけど、これ何回も言いますけど、全然そんな、感じがしないですね。海外とかだったら、9万キロってね、もう当たり前ですよね。もう日本人がちょっと早く車売りすぎだっていうところもありますけど。ああ、なんか VTEC が早めに効くような感じがする。3500、4000回転ぐらいで、あ、3000回転ぐらいやな。で、急にね、回転数がぐわっと上がりますね。それでこのブレーキのこの効き、あ、ブレーキすごい。やっぱね、3000回転ぐらいまで結構その乗り味を考えられてるレスポンスかもしれないですね。で、3000回転ぐらいから急にね、このグワッと来ます。すごいわ。うん、これはやっぱね、海外向けに作られてるなという感じもします。すごいね、やっぱ長距離とかね、すごい向いてる車じゃないでしょうかね。はい、こんな感じで私、車の動画をよく撮っております。皆さんもしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、グッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日はホンダの、アコードタイプ S を試乗してみたという動画でした。じゃあね、バーイ。着きました。うん。いや、これ、ええ車やわ、ほんまに。